はい。えっ、ー、と、チョンピーについてですね。えっ、ー、と、5月20日です。で、えっ、ー、と、3日ぐらい前から、なんかこのチャレンジっていうのができまして、うんと、こういう感じで、えっ、ー、と、昼と大体、夕方かな。 ああ夕方はないのか。昼だけなんですけど、こういう感じで。えー、っと、上はちょっと条件がもあ2000円か、えー。で、まあ、これ多分先着順なのかな。先着時15名ですね。で、11時半から12時半までで、えー、時給2000円保証っていうので、で、えー、っと、ブーストが、まあ、1件あたりかける1.8倍なんて、まあ、これ普通の えーと大体1.8倍になってるのかな、今。なんで、例えば2件やって、1500円ぐらい、1時間あった場合、それでもその2000円はも,うもらえますっていう感じで、差額がプラスされる感じですね。例えば1600円配達した場合、その間の差額が400円なんで、プラス。 この時間帯のなんか最低保証で補填しましたみたいなプラス400みたいな感じで充当される感じですでこれ最初時間が90%以上オンラインなんでえー、っと11時半から12時半なんで11時40分ぐらいからオンラインすればまあいいのかなっていうふうにはいいやこれ2段階になってるんですね2段階で じゃあ 1, 円、うん、でちょっとこれ思ったんですけどえー、っとねこれ1時間なんであんまりうまみはないのかなっていうふうに思いましたで運営側の思惑としては要はこの11時、えー、っと11時からスタートなんですよねあのサービスがなんでえー、まあここに先着 で申し込みした人はこの時間帯にその渋谷とかにあの行くはずなのでまあそういう感じです最初のスタートにまあ20人ぐらい確保すればその後の時間帯も要はその人材確保しやすいできるっていうことだと思うんですよね。時時半でじゃあ1時間やっったからもう帰ろうって なんか足立区とか,なんか僕が住んでる板橋区とかその遠くから来て1時間やって2000円だけ稼いで帰るみたいな人って多分いないと思うんですよ。このあと12時半以降もまあその他のメニューとか Eats、e、とかもやりつつっていう感じでやると思うんですよね。まあ、そういう感じでその1時間だけそのやるっていうのは多分そういう配達員のその日の格 人数を確保するっていう、まあ、意図もあるのかなっていうふうに僕はなんとなくこうあの推測したんですけどでえっ、ー、となんでんとこれがうまみがないかっていうとまず、あ、1時間で2000円じゃないですかなんでまあその普通にやってもその何ですかねまあ1000円1000まあうまくいけば1500円とか あ2,000円は多分いかないと思うんですよ1時間で、うん、だけどたあ1時間だけなんでこれがその3時間4時間とかだとすごいうまみあると思うんですよその11時から14時とかの3時間で6,000円とかだと彼はこれはあの、まあ、行く価値あると思うんですけどたった1時間だけなんで、うん、とこれはウーバーとかでまあ9時とかから8時9時からやって るる人がこれ1時間やるっていういう風に思うまあそれもちょっとどうなのかなとも思うんですけどウーバーの人もそのインセンティブがあったら要はその昼時件数稼げると思うんでこの2000円のやつを取るよりもウーバーのインセンティブ狙った方がそれ全然いいのかなっていう風に思うんですけどちょっと分かんないですね。あのだから うーん,なんかあんまマッチニーズにマどういうニーズにマッチしてるんだろうと思って、まあ、一応ああまあ同時オンラインしないことってなってますねで一応そのまあ,あそうそう,そう応募したら、まあ、なるべく絶対に行かないっていうのはダメっていうわけじゃないんですけどそれやっちゃうとなんかあ後々のペナルティになりますみたいな感じになるんですね。 で僕個人としてはもうその昼夜逆転とかしててその何ていうんですか昼起きれるかどうかっていうのがちょっと微妙だったりするんですよ昼夜逆転しててであの朝方のなんかもう毎日6時7時とかに起きたりとかまあ7時8時とかもうそういうリズムができてる人は11時とか余裕だと思うんですよでチョンピーとかやる予定だったらまあこれ別に全然何なくんんできると思うんですよね 1>, まあでも1時間なんでちょっとうまみないのかなって。まあ、その状況によると思うんですよね。その日の状況によって、あの、この、えー、このチャレンジの内容っていうのは変わっていく、いってるんですよね、今。で、例えば、その雨の日とかは、配達員がすごい少なくなっちゃうので、えっ、ー、と、この時間帯も11時からなんか14時とか、 あの長めに1時間じゃなくて2時間3時間みたいな感じで設定されててで、えっと、この先着の,この15名募集になってると思うんですけどんとこれもなんか40名になってたりとかで、これ1日なんですけど多分これついまだ追加されると思うんですけど今日ですね今日のえっと昼のやつしか出てないんですけどえっと夕方のやつももうこの時間帯でもうすでにあの夕方のえ チャレンジもこう出てたりとかするんですけど今日は確認したところまだ夕方は出てないですねだからまあ夕方までにそのその昼の配達員の状況とかを見てまたちょっと少なかったら、えー、その都度追加していくんじゃないかなっていうふうに思いますでそのもう雨予報とかがもう出てる場合はもうその早めにその配達員確保しとかないとそのサービスが回らない 配達員が少ないとはサービスが止まっちゃうんで、まあそうすると売り上げ出ないから、まああらかじめ早めに、うんそういう、まあ、えー、このチャレンジで、まあ、時給補償、まあ、バイトみたいな感じですよね。バイ,バイトで、そのシフトでガチホするみたいな、うんそういうやつで、まあ、人材確保するっていうことですね。で、ホールドする分、その、要は他のウィーバーとか、 メニューとか他のデリバリーと兼業ができないっていうことになってるので、まあ、その分割高っていうことですよね。はい。で、えっ、ー、と、実際に、これ現状としては、あの、えっ、ー、と、チョンピーが、えっ、ー、と、ここ、まあ僕5月1日ぐらいから始めたのかな。はい。あ違う。先月から始めた、まあ、まあまだ1ヶ月2ヶ月ぐらいなんですけど、2ヶ月もやってないぐらいなんですけど、えっ、ー、と、結構、その、 えー、配達員不足で、えー、サービスがあの停止してますみたいなのが結構頻繁に残ってたんですよねあの配達員が確保できないんであとなんか2人とか1人になったら夕方の営業開始しますみたいなで揃ったんで開始しますみたいな直前になってスタートするみたいなことが結構。 まあスラックとかでやり取りしてるんですけど、そういう,こうアナウンスが結構あったんですよねで。雨の日とかも結構止まっちゃってた時、止まっちゃってたりとかしてて、例えばその2週目あたりの、初めて2週目あたりの,その時給保証のやつが、もう今もう時給保証のやつなくなっちゃったんですけど、このチャレン,チャレンジになっちゃったんですけど、えー、と時給保証で、えー、と1回当たったんですよね。1週間、平日だけで、えー、昼間、 11時15時までが、えー、と2000円保証、8000円だったんですけど、それ2週目に当たって、で、それやった時にえに、ー、1回止まっちゃったんですよね、その、あの人が少ない、まあ、ちょうど雨だったんですけど、で、雨、あの人が少ないんで、あのサービス止まりましたとか言って、で、えっ、ー、と、幡ヶ谷っていうか、あの初台の方に飛ばされたんですけど、ああ、止まっちゃったんかと思って。で一応その時給保証は 営業止まっててててももちゃんとそのオンンラインしてればもらえますっていうあの問い合わせしたら変えてもらったんですけどでまあ初代から止まってるからまあちらほらこう渋谷の方に向かってたらまたあの営業再開しましたみたいな感じになって,るなってたんですけど、まあ、そういう感じで特にの雨の日とかなんかはこう人が少ないんで。 というのも、まあ、もちろん当たり前の話なんですけど、他のウーバーイーツとかの,そのインセンティブとかが出てるわけじゃないですか、その昼のインセンティブ、10時半から15時の 12, が12回のインセンティブがまあ出てると思うんですよね。で、まあ、その時間によっては、すごい、こう、時間っていうか、その雨の,あの度合いによっては、すごい、こう、12回で3200円とか、そういう、大きかったりするわけじゃないですか、12回で1200円だったりする。 すするるもあると思うんですけどなんでそういう時だとやっぱりそのウーバーの人もその12回そっち優先した方が全然いいんですよね。そうで、えー、とおとといあたりですかねおとといあたり、えーまあ、結構な雨降ってる中そのチョンピ、まあ、土曜日ですかね、うん、とチョンピやったんですけど雨の中で1本でやったんですけど 正直言って、えっ、ー、と、11時から、えー、と15時までやったんですよね。で、ウーバーで言うと、雨のインセンティブのその時間と全く同じなんですけど、うんと、結論から言うと、ウーバーの、あの、12回3200円、まあ3000円超えるインセンティブやった方が、全然効率いいなっていう感じですね。あの、そう。 結局11時、15時ぐらいで、えー、っと、8000円ぐらいだったのかな ?8000 円ぐらいだったんだけど、ウーバーだったらこんな感じだったら、まあその雨の中で感覚的に言ったら、まあ1万超え、まあ15時の時点でも結構一万超えるぐらいの感じだけど、って考えたらちょっとなんか、んまあ結構なってたんですけど、はい。 っていうふうに考えるとまあそのええー、その12回のインセンティブもあるし、えーまあ、そのまたぎまたぎっていうんですかねそのええー、その月金とあれ月木と金日かなちょインセンティブあるじゃないですかあれのまあ消化も考えるとやっぱそのウーバーの方が優先されちゃうって考えると、はい やっぱりあの特に雨の日はまあチョンピーの方がちょっとうんこう報酬的に言ったら劣るのかなっていうふうに考えるとウーバーの方に流れていっちゃうと思うんですよねうんだからまあえー、まあその都度多分その自治給保証ってと ちょっとだから少しこうカスタマイズ、アップデートされたような感じですね。このチャレンジって、そう考えてみると。というのも、えっ、ー、と前回のその時給保証のシステムっていうのはもう終わっちゃったんですけど、終わってこのチャレンジ、チャレンジに変わったんですね。で、これは多分アップデートだと僕今考えて話してると思ったんですけど、というのも、えー、前回のその時給保証のシステムっていうのは、えっ、ー、と平日の 11時15時が2000円保証なんですよねでこれが、えー、と15名ぐらい抽選で申し込みした人に対して抽選で15名ぐらいで、えー、当選確率が、まあ、8%9% みたいな感じだったんですけどでこうするとその何ていうんですかね平日そういうふうに要は確保するわけじゃないですかでもその雨の日だけ欲しいわけですよね特に。 でそのやっていく中で多分その課題がその雨の日の配達員の確保っていう風に今はそう考えるとまあこう課題がこう浮き彫りになったというかやっていく中で,、うん、で実際にその、まあ、今何回も言ったんですけど雨の日に結構止まったりしたんで雨の日にたくさんガツッとこう要はあの人を当てたいわけじゃないですか。で 要はそのまあ極端な話、まあ、今,今回の,そのゴールデンウィークみたいな感じですごいこう配達員がものすごく過剰になってる時にその時給補償平日の時給補償2,000円なんていうのはあの正直言ってそのピントがずれてたんですよねピンズとじゃなかったんですよだからうんだけど、えー、そういうだから平日のめっちゃなんか天候も良くて っていう時にその時給保証っていうのはいらなくてもっとその大事な時その雨が結構降ってる時にじゃあそのえ昼はその30人時給保証でえなんか時給2000円11時から14時にしますとかいうふうにその日1日だけピンポイントで当てることでまあその日のその まあ、運営を維持するっていうかでその分他の時間他の日っていうのはもうそのバッチリ人が足りちゃってるから天気が良かったりとかそういう風に考えると今までは確率的に平日やってたんだけどもっとこう洗練されてる洗練されたようなこうブラッシュアップされたまあこう仕組みになったのかなっていう風に えと考えましたでこれは多分うんとまあ運営の人にとってもその配達員の人にとってもいいことだと思うんですよねでなんでかっていうとそのサービスが、えー、と運営されなかったら配達できないからなんですよねで雨の日とかでまあ当たり前の話なんですけどサービスまあ、そういう感じで結構、えー、定期的に泊まりだてたんですよで 知ったらそのサービスが止まっちゃってたらじゃあウーバーの人とかも兼業でやってる人が当たるあれなんでチョンピーなくなっても別にメニューとウーバーやればいいって話だと思うんですけど、まあ、それでもそのチョンピーが止まってるのとやってるんだったらやってた方がまあその配達件数はまあプラスアルファ絶対あの運営してないよりはいいわけじゃないですか絶対に。 っていうふうに考えたら、そのサービスが止まっちゃうっていうのは、多分その配達員の人にとっても良くないと思うんですよ。だからこのシステムっていうのは、何のためにやってるかって言ったら、そのサービスが毎日、この、こう、えっと、運営できるようにするためのこうシステムだと思うんですよね。そう。だからそれは、その、なんていうんですかね、あの、言ったらその改善されてるんですよね。その なんか、えー、っと配達員の,そのコ,スコストをそのカットしようっていう意図っていうよりはむしろそのサービスをどうやってやったら毎日その止,ま止まらずにこう運営させていくい,いけるかっていうその課題に対してのまあこう一つのシステムの改善がこれ今回の,そのチャレンジなのかなまあ3日ぐらい前に始まったんですか3日4日まだちょっと。 立てる日が浅いんですけどそうだ結構そういう感じでなんかなんだろうなこうブラッシュアップっていうか改善が結構早いっすねでそのサービスが止まってまた運営始め始まりましたっていうのもかなりもうすぐにパッってあるしそうですねだからとはいえそのこれはちょっと1時間のためにその何て言うんですかね 僕僕個人としてはあんまりうまみはないかなっていうふうに思うんですよねこれに関してはうんだけどまあそのもう普通にまあ朝朝方の人とかはまあ、この時給1500円のやつとかも全然いいと思うんですよだってその1500円以上行った場合1500円以上もらえるわけなのでそのに 1>, 1時間で1700円稼いだら、えー、1700円分はちゃんともらえるんですよね。で、ブーストも1.8倍なんで同じだから、うん。そしたらこれすごいいいと思うんですよ。そう。まあ、そういう感じで、えー、っと、今回ちょっとチョンピーの、えー、ブーストについてちょっと話させてもらいました。で、全体的に、えー、っとですね、メニューよりは全然こっちの方がいいですね。 はあ、ちょっと2点3点ていうかまあ一丁一短みたいな一丁一短みたいなところもあると思うんですけどちょっと僕なんかメニューの方がいいかなっていうふうになったと思ってたんですけど単価で言うともう全然こっちの方がいいですね。うん、でこれなんでなんだろうっていうふうにちょっとその比較する時に報酬をその比較する時にその理由とかをまあ 勝手にに個人的に考えたりするとやっぱメニューはオードリーオードリーの,の CM をなんかテレビとかで多分やってんのかテレビ見てないんで分かんないんですけど結構広告売ってたりとかキャンペーンやってたりとか結構そういう,こう広告費用みたいなのがかかってるからんその分その人件費が削られてるっていうのがある,んじゃあるのかなっていうふうに思ったんですよ。で チョンピーはその広告とかあんまり書けてないんですよね。あのー、そう、CM 起用とかもしないし、なんだろう、なんかこう、大々的、まあその、えー、っと、なんか、半額キャンペーンとかそういうの多分やってると思うんですけど、そう、メニューは結構そういう配達員のなんか 2, 2万5000円バッグとか、結構大々的に、まあ、 チョンピもやってると思うんですけど、だからそこの辺が結構、うんとなんか、大きいのかなっていうふうに思いまして、そう、だ全然その単価、単価が、あの、チョンピの方が全然いいんで、そう、まあまあ、そこの辺の報酬の比較とかはまあいいんですけど、まあそういうわけで、まあ今回そのチャレンジについてちょっと考えてみたんですけど、まあそういうわけであのはい。 ぜひやってみてください。